県警は昨日、山岳遭難者の位置を特定する捜索サービスを行う企業と捜索・救助のための連携協定を結びました締結式では県警生活安全部の奥村直樹部長と会員制の捜索サービスを展開するオーセンティック・ジャパンの八木沢三好専務取締役が協定書に署名しましたオーセンティック・ジャパンでは 会員に無償で電波の発信機を対応し遭難した場合受信機を備えたヘリなどが位置を特定するココヘリと呼ばれるサービスを提供しています山間部が多い奈良県では携帯電話の電波が届かない場所が多くこれまでも捜索にココヘリは活用されてきました協定ではさらに連携を深め遭難した場合には 会員の住所や名前のほか、登山計画の情報などをリアルタイムで共有するということです。おへりという最新の技術、これを活用することによりまして、より安全で、より早く救助ができるようになればいいんじゃないかなと考えております。